が来ましたね、サイド。久保田が引きつけます。そこに高安が入って。角度を変えて、ミドルシュートを狙っていった。ゴーゴー決まった。加藤の突き、簡単になる。うまく出して、久保田が走る。中では島津。仕掛けて打ってきた。島津決まった。まあ、よりね、カウンター陣スピードを上げやすい状況になったなと思いますね。この久保田へ仕掛ける。上げてきた、ゴール前。逆に今度は金沢のカウンター、展開目まぐるしくなってくる。加藤むつきから島津来世、さあゴールキーパーかわせ。加藤、藤村がこの位置にいます。藤村のクロスボール、ファーサイドヘッド。ここも久保田から打っていた。2点目。福田選手も入りましたからね。そうですね、高いボールから石を折り返して大橋、桜最後の山根。山根、あ、よく拾いましたね。杉浦、バット浮かして島津。攻守はああいう動きの中でボールを引き出したいっていうところでね、はい、高打回路っていうところがあると思いますね。さあこちらは島津から、島津前を向く、一気にシュートに行った。サイドネット。